いてるな。やっぱり場所が変わると知らないものばっかりになるね。ん？何？あ、いえ、ライザ先輩すっごく楽しそうだなって。ああ、そりゃそうだよ。初めて来た場所を冒険するのって楽しくない？楽しいです。でも不安な気持ちも強くて。わかります。ついゆっくり歩いてしまいますよね。ライザは不安にならないの？そんなことはないけどさ、ワクワクする気持ちの方が強いかな。さすがです。何かそう思える秘訣があるのでしょうか？単純に知らないものを見たり聞いたりするのが好きっていうのもあるけど、冒険ってそれだけじゃないと思うんだ。いろんなことを知れば知るほど、身近ななんてことないものの大事さに気づけるっていうか。いろんな武器を使えば使うほどハンマーの良さが分かってくるのと同じ感じかな。分かるような、分からないような。確かに近い感覚かも。まあ要するに、一度しかない人生、ずっと大事なことに気づけないままっていうのはなんだか嫌じゃない？だからいろんなことに挑戦していろんなことを知りたい、そう思うんだ。それで挑戦することに前向きなんですね。私ももっと積極的になった方がいいのかも。なるほど、勉強になります。ということで、恐れずガンガン進んでみよう。無理しないでね。ミュウさん、私も頑張ります。わお！いつもより上司、私の力相当いい。まあ見てなって。いくよ、降り注げ。すごーい。俺の番だな。おりゃ、こいつでどうだ。私の番です。守り神は私たちの元へ。今です。冷静に落ち着いて。わ、私の番だね。輝け。やるな。いつもより調子よし。いざ自信作。はっ、ありがとうございます。やるね、やるね。いつもより調子よし。夢への道切り開く。やるな。ふう、なんとかなった。星の導き。はあ、次はあの辺りを見に行ってみようかな。レスナさん、一旦休憩にしませんか？じゃあもう少し探索したら。でも結構疲れてるように見えます。ちゃんと休憩することも大事ですよ。当たり。レスナちゃんのこの顔はごまかしている時の顔だよ。ああバレちゃってましたか。すみません、ご心配をおかけしてしまって。じゃあお言葉に甘えます。それにしてもずいぶん張り切ってるじゃん。依頼品を調合するために素材を採取する。いよいよ錬金術師らしくなってきたなと思いまして。お仕事をこなして
錬金術師として独り立ちするのが目標への第一歩ですから。もし私の勘違いだったらごめんなさい。ちょっと無理してませんか？シャリステラ先輩には何でもお見通しですね。私環境の変化にそんなに強くなくて、強い日差しとかクラクラする時ありますし、でもずっと夢見てきたことだから頑張りたいって思う気持ちもあって。ああ、そういうことだったのね。でもそれで皆さんに心配をかけてしまってはいけませんよね。いけないってことはないと思います。え？でもそういう時は私たちをもっと頼ってください。抱え込むより一緒に悩んだ方がきっといいはずです。先輩、それじゃあ私少し先に行って様子を見てきますね。優しいね、シャリステラ。うん、すごく心配させちゃった。先輩は言ってくれたけど、いつかは先輩に頼らなくてもやっていける一人前の錬金術師になりたい。しなきゃね。ちょっと、ちょっと私の力相当いい。ちょっと怖い。まあ見て、強烈だよ。ウニ。わお。俺の番だな。切り裂き。おお。わお。行きます。守り神、私たちの元へ。準備いいよ。頑張っちゃうわ。輝け、行きましょう。いつもより調子よし。いざ自信作。ほらよ。ありがとうございます。やるね。やるな。いつもより調子よし。夢への道切り開く。さすがだ。まあ見に行くよ。振り注げ。さすがだ。あれって、うんうん、なるほどな。やっぱりあの子の言った通り土がいいんだな。ここは、この辺りはこんなもんか。みんなありがとうな。お？こんにちは。オスカーさん。おお、君も来てたのか。さっきはいろいろ教えてくれてありがとうな。行き先が同じだったので、もしかしたらって思ってたんですけど。私、レスナって言います。よろしくお願いします。レスナちゃん、この人は？そっか、皆さん紹介しますね。オスカーさんはオートで出会った人で。なるほど、薬草を通じて知り合った仲なんだ。よろしくお願いしますね、オスカーさん。私はイザナだよ。レスナちゃんともどもよろしく。みんなよろしくな。ところで君たちはここに何をしに？お仕事で必要な素材があって採取に来たんです。素材の採取、はあ、それにその格好、もしかして君錬金術師だったのかい？え、そうですけど、よくわかりましたね。実はオイラの知り合いにも錬金術師がいてね。でもそれなら薬草に詳しいのも納得だよ。私が教えたことお役に立ちましたか？
もちろんさ。おかげでいろんな植物の話が聞けたよ。あ、これ全部オスカー君が書いたの？ああ、今日一日の成果だ。一日でこんなに？しかも本に載ってなさそうなことまで。一体どうやって？ん？だから言ったろ、植物の話を聞いたってさ。オイラは植物の声を聞けるのさ。そんなことができるんですか？オイラからすれば逆になんでみんなができないのか不思議なんだけどな。オイラはここにいる子たちから直接聞いた話をノートにまとめただけ。そんな大したことはしてないよ。とんでもない大発見です。いろいろと書物を読みましたが、そんな方はいませんでしたよ。そんな風に言われると照れるな。もしかしてこの場所以外でも同じことを？ああ、旅をしながらいろんな植物たちの話を聞いて回ってるんだ。よかったら今度他のノートも見せようか？いいんですか？とても興味があります。もちろん錬金術師目線での意見も聞いてみたいし。ここの調査が一段落したら見せに来るよ。オイラはもうちょっと奥の方まで行ってみるつもりだ。それじゃ、また会おうぜ、みんな。この辺りの素材は大敵だ。レスナは無理しないでね。ミュウさん、私も頑張ります。集中、巨大投擲大粉砕。やるな。まあ見てと強烈だよ。ウニ。やるな。俺の番だな。切り裂き。こいつは私の番です。守り神は私たちの元へ。頑張っちゃうよ。輝け。準備完了。時は今。これを使うよ。やるね。すごいです。集中。私の力相当いい。強そうだね。絶対強烈だよ。ウニ。やるな。探索終了だね。お疲れ様でした。レスナは無理しないでね。ミュウさん、私も頑張ります。集中。私の力相当いい。やるな。私の番だ。行くよ。降り注げ。俺の番だな。おりゃ、こいつで。おりゃ。はーい。私の番です。守り神は私たちの元へ。やる気満々だよ。輝け。皆さん準備はいいですか？ちょっと調子。これを使うよ。ほらよ。ありがとうございます。やるね。やるな。ちょっと調子。私の力相当いい。いくよ。降り注げ。ここで決め。俺の本気見せてやるぜ。ほら、でーい。これでしまいだ。これで終わりだ。私の番です。秘伝の技見せてあげます。
がら